せーの、グリーボンズ。はい、どうもこんにちは、ひじきです。ペコリンチョ。はい、どうもこんにちは、ラッポくんです。うっす。今回ですけども、クロスハリの見学に来ました。来ました、イエーイ。俺らがやった物件がもう終わったかなと思ったんですけど、実は俺らが綺麗にした上からさらにさらにさらに綺麗にしてくれるということで、クロスの業者さんが今回来てくれるので、その人にちょっと話を聞いていきたいなと思います。ぶっちゃけ会うの怖いな。怖いな。怒られるやん。怒られそうやな。絶対怒られるって。ここちゃんとせよとか言われそうやな。やっぱ帰ろうかな。てくれてるから。じゃあそうか、挨拶してちょっといろいろ教えてもらおうかな。ほんなら怒られないことを祈ります。祈ります。ということで行きましょう。せーの、グリーボンズ。じゃあ今からパテについてちょっと勉強していきます。学びます。パテって何ですか？ロボットと対談していく。パテを詰めてこう、詰めていくと。おー、なるほど。こうなるでしょ。コンブリートみたいな。ハンブリじゃないか。割合みたいな感じですか、俺。自分のやりやすい。今度はやっぱ水と粉で粘土調整して。そうですね。っていう感じ。はい。コムイコやで、今。コムイコ塗ってんのと一緒。これ食ってみろ。ピーナッツバターみたいな。そうそう。食えって。食ってみろよ。全部でもなんか美味しそうに見えるやろ、若干。クリボンズ。パレットですね、これ。パレット。パレットやろ。すごい。ほんまよ、何を座ってんねん。おーおー、こうやってですね、こういう感じで。おお、すげー、埋まっていく。いや、すごいな。めっちゃ速いっすよ。速いっすね。こんな感じなんや。穴がなくなった。すげー。あ、しかもあれですよね、だってこれ、坊主と色似せてるみたいなのがあるんですか。あ、ありますよ。ほんまや、確かに。あー、ほんと色同じや。でも、乾いたら結構白っぽくなります。あ、そうなんですね。そうですね。面白い、これすごいな。これね、あ、どれくらい空いてたか、空いてても大丈夫なものなんですか、ボードって。空いててもいいんですけど、はい、これ空いた時に空洞ができてたら、はい、中に何個でも奥に行っちゃう、落ちていっちゃうってこと。なるほど、なるほど。裏に木とかおれば全然空いてても止まるから、問題ない。なるほどね。じゃあ俺らも考えてボードをちゃんとつけなあかんねや。そうやね、空洞のとこちゃんと埋めなあかん。ほんまやな。ちょっとこれは開けてみて。いや、できます。あ、でも裏おらへん。あ、おらへん。おらへん。ほんまや。こういうね、こういう裏がおらへんような隙間はなるべく、はい、後ろに動物おらんところはな。そう、ちょっとやばいと。ただでもこれぐらい隙間がね、狭かったら別に。おお、一瞬で埋まる。すげー。ちょっと安心した。じゃあもうちょっと失敗しても大丈夫ですか。そうですね。これなんていうか結構やばいです。あ、マジですか。申し訳ないです。これもう見えてるな。しかも後ろおらへんし。あかんやつやな、これ。あかんレイヤーのやつや。こんなきつい。ちゃんと次の業者さんが入ることも考えて作業しなあかんわ。なあ。うん。あっという間に一人で終わる。一人で終わりそう。面白い、これ。面白いです。面白いですね、なんか。不思議な感覚。やりますか。いいんですか。どうやってやったっけ。おい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 、こうやってやって、ちゃんと見てたか。え、なんか雑、下手くそ、何それ。そう、なくなりましたね。なくなりました。難しいです。どう、え、途中下手くそ。まあ、ちゃんとやり直すんで大丈夫です。すいません。おお、結構めっちゃ綺麗だった。お、修正可能でよかった。隙間なくこう、はい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 、乗せていただけた方がいいと。綺麗やな、めっちゃすごい、あっという間一部屋終わる。俺がやったら俺2日かかるから。いや、もうめちゃくちゃ遅かったで。今この部屋だけで2日かかると思う。違う業種を一回経験してみると、はい、あ、こういうとこをこうしといた方がよかったなっていう。はいはいはい、あ、なるほど。そういうの関わり大事ですね。いいと思います、ね、めっちゃいいこと言ったんで、僕がやったことにします。バクんなよ、完全に超えちゃうやん。めちゃめちゃいいこと言った。でもひじきよりうまいとかもしてるよ。いや、これうまかったらお前もクロスやりになれよ。ありがとうございます。
お、イメージ的にはいい感じですね。おー、ほら、まあ、俺のも似てるからな。どうすか、師匠。まあ、一発目にしてはいいんちゃいます。おお、ね、こんな感じね。ありがとうございました。だから、これでな、うん、ちゃんと俺らがボードをきっちり、うん、隙間なく埋めていくのが大事ってのが分かりましたね。分かった。グリボンズ。お、おお、すごいすごい。これが、糊ですね。糊、へえ。うわー、すごい。壁紙は糊でくっつけると。ほんまに、あの、あれやな、あの水糊の、な、ちょっと濃いバージョンで。こんな入れるんですね。めちゃめちゃ入れるやん。すごいな。ガブガブや。やば。え、おお、ボタンとかじゃなくて、ここで。壁の寸法に合わせて、今これやったら、今50cm、50cm ぐらい出てる。めっちゃ便利やな、これ。これで90cm 入れたら、こっから90cm で見れる。うわ、すごい。めちゃめちゃ精度いいな。おお、回って回ってる。すごいすごい。面白い。すごいついてるらしいで、これ。もうノリ尽きない。これが重い。え、今日のやつね、思ってるんですよ。すごいと思う。あ、うまい。すごい。いけるやろ。あ、無理。え、いいよ。いいか。食べてもいいよ。でもなんか、ほんまに水のりやん。じゃあ、ほら。ほら、何これ。切り落としてる。あ、そうだ。ほら、いっぱい。すげえ、ほんまや。あそこもほら、ほんまや、これ、これね、綺麗に端っこだけ、端っこは切ろうともできてないですね。なるほど。すごい、すごいですか。すごい、初めて見ました。感動した。なんか大工の工具ってこれぐらいなんかさ、でっかい道具がないからさ、なんかほんまに不思議な感じ。こんな感じでいっぱいに作っていくんですね。めちゃくちゃ作ってる。今から貼っていくみたいです。です、ついていきます。2階の部屋にやってきました。このあれやね、襖、じゃあ押し入れの扉、黒く塗ったとこやね。黒く塗ったとこ、ここ真っ白になるよ。お、いい、真っ白になるよ。すげえ。え、お、これは何をしてるんですか。俗に言う研磨作業やね。研磨作業。あ、すごいすごい、真っ白。すごいすごい、ほら、真っ白。黒やからね、これ。めちゃめちゃ白い、わかる。どうやろ、すごい、どうやろ、わかるかな。あ、肉眼で見たらやばいよ。雪降ってる。やばい、雪降ってる。盛り上がったパテを全部平らにして。平らにしてるんやな。あ、ペーパーになんか種類とかあるんですか。これは120。おお、すごい。ツルツル。すごいすごい。ボードと、ほら、ボードとなんかちょっと似てる、触り心地。まあ一緒や。うん。桃みたい、桃、桃の外側、ね、外側、桃の外側、ちょっと毛ついてるやん。皮とか言うよね、外側、桃の外側、皮。私そうか、さっき、糊をつけた、この黒いクロス。クロス、すげえすげえ、これどうなるんやろ、こうか。片つもほら、2個使って、こうな。もう、移り変わるから、スッスッスッって。おお、見ました見ました見ました。全然糊でこう、ベターってくっついてない。ペロっていける。すげえ、カーテンつけてるみたいな。ここが出てる。めっちゃ大変じゃない、これ。ちょっと、あ、すごい。カーテンついてて、おお、カーテンなら一気にこうクロスに。おお、すごい。意外とくっつくんじゃない。ここから出てますね。あ、なんか出てきた、開いてる。ブラシ。あ、ブラシなんだ、これ。そうですね。あ、めっちゃ綺麗に出てる。すげえ。めっちゃ白伸びてるやん。ほら、見て見て。シワ伸びてめっちゃ綺麗。出来上がった。うん。いきなり出来上がった。すげえ。こんなに、なんか、めっちゃ見てる限りめちゃくちゃ簡単についたな。すごい、ほら、端っこちゃんと。これを最後カッターできるんですね。カッター。あ、押さえながらちゃんと。うわぁ、すごい。おぉ。プロの仕事や。すごい。こうやって走っていくの？めっちゃ綺麗じゃん、端っこ。なあ。すげえ。すごいな。なるほどな。こうやって貼っていくよね。自分の家より綺麗。あ、そういう電線邪魔じゃないですか。邪魔し。これどうするんですか。あ、なるほどね。一旦引っ込める。ちょっと出す感じです。そう。なるほど。後から乾燥する。おお。電線のなところどうするのか。あ、またやつ。この機体
2枚目どう貼るんやろな、横に。これが抜けることによって、ここに抜ける。はい。あ、なるほど、ね、なるほど。どういうこと？端っこの、あ、端っこの中。あのテープ、そういう意味があったね。すごい、すごない、すごない、もう。1枚目のクロスの横に貼るとき。この、さっきのあの、テープやね。ビニールで塗った。おしゃれテープが、つくことによって、うん、こっちのクロスに糊がつかないようになってると。からのがおしゃれのインスタ映えのためじゃなかったんな、これ。なるほどな。こうやって横のクロスにつかへんようにするためやったんやな。ためになったね。なった、すごい。あ、そこ切るんすか。切るよ。つなぎ目、これすごい重要なとこじゃないですか。どういうの。これは器用さが求められるな。おお。お。お。すごい。絶対器用。ゾロゾロちゃう、先頭めちゃくちゃうまく切ってるんだって。間違えた、ミホークやった。絶対ミホークやったね。すごい、ごめんな、そんな顔で見られて。間違えてたな、ミホークやったな。ミホークって、お前ミホークやったそれって言いたかったな、どうもでな。お、ローラー。おお。お、これもカッターで切って。綺麗綺麗、すげえ。つなぎ目分からへん。おお。コロコロローラーで。結構こういうコロコロのローラーってなんかいろんなところで登場するな。切るのどこ？あ、なくなった。この辺じゃん、ゲーム。え？あ、違かった。どこやったっけ？これか。見えへんよ。もう画面越しで全然分からへん。うん、分からへん。肉眼でも分からへんね。ここやろ。どこ？これこれ？違かった。間違えた。あ？違かった。間違えてた。そんな技ともいらない。そんぐらい分からへん。宮本武蔵じゃない。切られたこと。気づかへん相手は山本武蔵に切られた相手っていうか、それと同じ状態のことが起こってるな。さっき機械が、あ、横を綺麗に切ってくれてるのかな。はいはいはい、切ってましたね。うん、なるほど。もうさっきみたいにカボさんともいきなり、あ、もう直で、おお、で、合わせていく。おお、すごい。まあここやってくれたところはさっきみたいにカッターで切ってない。うん、直接つなぎ目合わせて、うん、でもいける。あのロールの機械のすごさ。なるほど、これやったらゆとりさんもいけそうでしょ。ほんまや。自信はない。確かに自信はないけど。ほんまや言うたけど自信はない。自信はない。でもすごいな。すげえ、これどんどん部屋変わってる。うわー、やば、半分いったな。ほら、半分これ、やばない。これすごいな、もうこんな、めちゃくちゃこんな感じでもう全部屋、あ、天井やって、壁やっていく感じなんですね。これは変わるな。これはチェンジザワールドするやん。めちゃくちゃチェンジザワールドするやん。これじゃあ、別世界出来上がるのお楽しみやん。そうやな、もうちょっとこっから先はあんま見てたくないもん。最後しか、一番最後に変わったとこしか見せたくないな。見せられません、まだ。もうこれはまだ、もうダメダメ。お預け、お預け、お預けです。次回最終話、うん、シーズン1終了。最終話でもうどれだけね、この家が、このボロボロだった家が綺麗になるのかというところ、このクロスがね、全部貼り終わって完成した家をどうなるのか、お楽しみに。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。クリエイト！リボン！チャンネル登録よろしくね。押せ押せよ登録ボタン。高評価もしてくれたら嬉しい。